ちゃいけど重いな、太ってますね。重い。見ちゃいますよ。おいしょ。あ、30ないんだね。29ですね。29だけど太鼓あるよね。ということで、サイズの割には太鼓があってびっくりするほど重たい魚が釣れたわけですけれども、分かりづらかったヒットシーンを動画に処理を加えて解説しようと思います。まず第1投目ですけれども、そこそこいいところにキャストが決まったと思いきや、構造物のね、上を流れる流速が速いんですよ。そのせいでフライがね、いいところからさーっと流れちゃうと。で、もう一回もっと奥の方にキャストしなきゃダメだなってことで、こんな、今ね、右上に、構造物の右上にフライが見えると思うんですけれども、ここにズームを加えて、なおかつ、明るくしてコントラストを強くします。で、フライ見えてますかね？で、後ろから黒い影が追ってきて、パクって食って、見て合わせると。こんな感じに川の流れをうまく利用して表層まで魚を誘い出すっていうのはフライフィッシングならではの釣り方ですよね。うまくいったと思います。自画自賛で申し訳ないですけれども。かなりね、いい感じじゃないでしょうか、この釣れ方は。ヒットフライはこんなようなものです。流れのある川ではね、なかなかうまく機能してますね、このフライ。で、水の中の動きはですね、こんな感じで、うまくね、水に馴染んで、なかなかいいと思って使ってます。タイング動画はないんですけど、この目を作るね、動画はアップしてありますので、よろしかったら見てください。その後はさっぱり反応がないので、ポイントを移動しました。長靴で立ち込めるようなね、土砂道に来てみました。で、今見えますかね、今、魚がいるの、動画をよく、画面をね、よく見てください。これは絶対。このように、濁いが乗っ込んでると、産卵行動ですね。カタカナ言葉で言うと、スポーニングです。濁いのスポーニングなんですけれども、まあ、プリスポーンの段階だとね、まあまあフライでも釣れるんですけれども、このね、目前の状況は、もう、プリからポストにちょうど移行しようかという段階だと思います。ここまで来るとね、もう、テンションが高くてね、今も水面でバシャとかやってますけれども、ハイテンションすぎて、もうフライはね、完全にね、もう眼中にないんですよね。目の前にフライを通しても、全然反応しないと。で、私がね、このように目前に行ってもね、この人の気配すら無視すると。で、この段階だとね、実はもう植生はほとんどなくて、どちらかというとね、怒らせて威嚇して、鮎の友釣りのような感じですかね。そのような釣り方にね、移行します。だから実はね、僕の実績だと、ラトルの入ったバイブレーションを口元を通したり、シャットで激しくジャークしたりすると怒って食いついてきて釣れてしまうんですけれども、まあね、ちょっとね、罪悪感があるような気はする釣りになっちゃいますね、こういうね。これから産卵しようとしてる魚にちょっかい出すわけですから。まあ、フライでほぼ釣れないと分かってるから、ちょっとね、からかってやろうかという感じですね。まあでも釣り人だからね、なんだかんだでやってるとね、釣りたくなっちゃうんですよね。今一生懸命フライをキャストしてますけれども、全然反応しないと。そうこうしてるうちに何やら見たような気がしまして。あれ？今なんか、原告かな？違う魚を見た気がするな。ちょっと違う魚を狙いました。原告かな、違う魚を見た気がする。
よしよし、違う魚が釣れた。やっぱいたんだ。原告じゃなかったんだ。よしやった。さっき見た違う魚です。原告じゃなかった。いました。抜いちゃいましょう。おいしょー、やったやった。いたんだね、やっぱりね。はい。あ、なんか色が、いや、29ですね。はい、29センチのお魚です。ということで、ひょうたんからこまでバスがね、連れてくれました。濁いと戯れてたおかげで集中力が切れなくてね、キャストが続けられたというわけでございますよ。まあ濁いはね、結果的に釣れなかったんですけれども、釣れなくてね、良かったんだと思います。長靴浸水というこの悲しさ。フライはこんなのです。安定してキールになるのが特徴です。この底が見えてるような浅いシャローのボトムを引っ張ってこれるようなキール構造のフライで釣りました。こんなフライです。こうボトムに落とせると、こうボトムに落として、こうボトムを引っ張ってこれる。ちゃんとね、安定してキールになるんですよ。これはこうボトムを引っ張っても、むしろこう他の魚がこういう方が反応したりして、コイは多分ニゴイの卵を狙ってんだね。出すとコイが釣れちゃうから要注意だな。あ、全然反応しない。あ、ライニョ、ライニョ発見しました。ちょっとライニョ狙っちゃう。これライニョだよね。いたいた、ライニョ、これライニョです。ライニョ、どうだライニョ。あ、クワネ、クワネ、クワネ、3センチまで近づ、どうだライニョ。うわ、逃げちゃった、くっそ。今ライニョがここまで来ました。ここまで楽しいな。ということで、ライニョがリトリーブするフライを足元まで追ってきたんですけれども、位置関係としてはね、もうこんな寸前まで追ってきたんですけれども、もうこれ以上リトリーブする距離がないぞというところで見切られてね、反転されてしまいました。まあ釣れなくてよかったんだと思います。ライニョはね、ちゃんとライニョを釣る準備をしないとね、口を開ける道具とかね、持ってこないと、うっかりね、丸飲みされたら大変ですので、まあ、釣れなくてよかったということにしておきましょう。本命のバスの方は、サイズはパッとしないながら、なんだかんだ2匹釣れてくれまして、しかもね、釣れ方は意外と満足できるものでした。なかなかね、楽しめた兆候でした。これから釣りはいいシーズンに入りまして、本当だったらね、霞ヶ浦や河口湖へ行きたいところなんですけれども、しばらくはね、近場で楽しもうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。